えましたけども、もう俺の作詞人生終わったわけじゃないんで、これからもあるときに続けると思いますけど、坂田大輔がいたってことも忘れないで、次の曲まで決まってませんけど、なるべく早く報告できるようにしたいと思います。本当にありがとうございます。